皆様はじめまして、なぎと申します。ご視聴、ありがとうございます。初めての動画投稿となりますので、まだまだ試行錯誤を繰り返している状態で、お見苦しいところも多々あるかと思いますが、ご容赦ください。それでは早速対戦を始めていきましょう。今回使うパーティーは、サーナイト、ウルガモス、レパルダス、アブソル、エンペルト、ウィンディーです。細かい方の紹介は、後々字幕などでしていく予定です。対戦相手の方が見つかりましたね。オーラスに入ってから初めてのレイト戦です。緊張しますね。お相手のパーティーは、アロー、クロバ、月光ガー、ドリュ、バンギ、ナット、ですね。こちらのパーティーに、地面の通りがいいのでドリューズは出てきそうですね。あとは、全員を上から殴れそうなファイアロー、月光ガーあたりも来そうな感じです。ナットレイは来なさそうですが、バンギラス、クロバットはどちらも出てきてもおかしくないような、そうでもないような。全体的にサーナイトの通りが良さそうなので、サーナイトは連れて行きたいですね。また、お相手が物理によってそうなのでウィンディーも出していきやすそうです。でも、そうなると月光ガが怖いですね。ウルガモスなら、対処できそうですが、こちらの戦術が寄ってしまうのでよろしくないですかね。ファイアローがいるのでアブソルも出したいのですが、月光ガ、バンギラスに有効打がないので厳しそうです。レパルダスは今回はやることがないのでお留守番確定。エンペルトは、一見割と出しやすそうなんですが、月光が相手に何もできないのでお留守番ですかね。こちらの戦術は、初手に月光が警戒でウルガモス。控えにサーナイトと、ウィンディーで行きましょう。お相手の初手がファイアロー、ドリューズならウィンディーに引いて処理。バンギラスならサーナイトに、クロバットならウィンディーに引いてからのサーナイトで行きましょう。ナットレイが来ても、この布陣なら問題ではないと思うので、あまり考慮しなくてもいいですかね。重力催眠とかでなければですが。さて、始まりましたね。対戦、よろしくお願いします。お相手の初手は、ドリューズでしたね。こちらのパーティーにぶっ刺さってるので、出てきちゃいますよね。型破りドリューズなら、持ち物はスカーフか玉といったところですかね。タスキもあるんでしょうか。全くわかりません。とりあえずここは、予定通りにウィンディーに引きましょう。威嚇込みならなだれ、自信でも余裕を持って耐えられるでしょう。そのままおにぎを巻いていきましょうか。ウィンディーの尻尾とか縦髪って、もう振りたくなりますよね。球根なんかもいいですよねー。岩なだれきましたね。このダメージなら問題ないですかね。予定通りおにぎから入りましょう。お相手も、威嚇が入ったのを嫌って引いてくるかもしれませんし、居座ってくれれば美味しいですしね。お相手も引いてきましたね。後続はバンギラスですか。このウィンディーに後出ししてきたってことは、特殊型なんですかね。特殊バンギラスって、スカーフのイメージがあるんですが、どうなんでしょうか。って、スカーフではなさそうですね。ラムでもないし、帯とかですかねー。とりあえず、こちらは居座って回復します。回復量は落ちてますが、多少は粘れるでしょう。さすがに全開とはいきませんね。さて、お相手からのダメージはどんなもんでしょう。あ、普通に回復追いついてないですね。ウィンディーにはドリュに威嚇入れてもらいたいのと、できればおにぎまで入れたいので、ここはサーナイトに引いてバンギを突破していきます。
メガサーナイトの火力なら、HC バンギラスなら3割削れていれば乱数で持っていける可能性もありますし、やけど込みならこのターンでほぼ確実に落とせるでしょう。欲を出せばハイパーボイスで落として、なるべく体力を温存しておきたいところですが、どうなるでしょうか。もらったダメージといい、ウィンディが先手を取れたことといい、どうにも HC っぽいんですけどね。とりあえず、ハイパーボイスで突破していきましょうか。ちょっと間が空いちゃいましたね。地声で実況してたら雑談でも挟めるんですが、諸事情によりゆっくりでお送りするしかないんですよね。もし動画が伸びたりしたら、コメント返しなんかは地声でやっていきたいと思っているんですが、耐えられてしまいましたね。とりあえずやけど込みでは落とせそうですが、ドリューズの自信でも耐えられない範囲まで削れてしまいましたね。次に自信を打ってきたら、このドリューズはスカーフと見てもいいですかね。こだわりでないのなら、サーナイトにアイアンヘッドを打たない理由ってないですよね。ちょいちょい空いてしまう時間に、何を喋ればいいかわからないです。好きなものについてでも喋りましょうか？最近は、そうですね。魔法科高校の劣等生にハマってますねー。ほのかちゃん可愛いですよね。ああいう子に尽くしたいですよね。自信を打ってきましたね。スカーフと見ていいでしょうか？こういう時に見え切らないと言いますか、決めきれないんですよね。威嚇込みなら自信ワンチャン耐えませんかね？ああ、でも、威嚇巻いた状態なら、ウルガモスに引いた方がいい気もするし。とりあえず居座っておにぎ打ってますが。耐えろダメでしたか。裏にファイアローがいる可能性を考慮するなら、やっぱりウルガモスに交代が正解ですよね。この時点での私の勝ち筋って何があるんでしょう。裏が月光画かナットレイじゃないと厳しそうですね。ダメージ的にはあと1回は耐えられますし、裏が月光画の可能性を捨てきれていないのでここで積んでいきます。あとは、ここの大文字を外さなければ、まだミシン糸ぐらいの細さの勝ち筋はありますね。とりあえず当たることを全力で祈りましょう。当たれ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 当た
目が湧くがこの2体の場合、出てくるならハッサムでしょうか。こちらのパーティーは一見物理に弱いですからね。ハッサムが来るとして、残りは何が来るでしょうか。まずレイジュー・ランドロスは先発できそうですね。こちらのパーティーは地面の一貫性も取れますし、ステロを負ければ反壊させられますからね。アブソルがいるので、多少は警戒されるかもしれませんが、普通のアブソルなら適当に殴れば突破できますし、その後に負けば負荷をかけやすいので、ほぼ出てくるでしょう。残りの1枠は、正直わからないです。ナットレイ、ラティオスは来ないとは思いますが、ヒードランも海流も可能性は十分にあります。どちらにせよ、処理は比較的楽にできると思うのですが、どちらかといえば海流の方が処理しやすそうですかね。こちらは、レイジューランドロスが来ると呼んで初手にアブソルで行きます。ステロを巻かれるのが一番嫌なので、牽制の意味も兼ねてです。トンボ返りも、ハチマキ以外なら耐えるので、交代先を読み間違えなければ一気にアドバンテージを取れますしね。控えには、物理を受けるためのウィンディーと、ハッサム、ヒードランを見るためのウルガモスを置きます。海流が特殊型だった場合が少し辛いですが、ウィンディーにはバークアウトもあるので突破できないことはないでしょう。それでは、対戦よろしくお願いします。読み通りに、ランドロスから来てくれましたね。レイビから入りたいところなんですが、大文字にしても良さそうですね。居座り、もしくは海流、ヒードラン、ラティオスに繋げられることを読むならレイビを打つのが正解。ナットレイ、ハッサムに繋げられることを読むなら大文字が正解ですね。読み間違えてヒードランに大文字を当ててしまうとまずいので、安定思考でレイビにしておきます。トンボ返りできましたね。ここまでは上々ですね。ランドロスの持ち物もハチマキではないようですし、ジョッキかスカーフといったところでしょう。問題は次に何が来るかですが、ラティオスが来ない限り次はウィンディーに引きます。ハッサムが来ましたね。勝手に目が湧くと思い込んでますけど、こいつがハチマキ持っててもおかしくはないんですよね。それにしてもしょっぱいダメージです。読み間違えてもここではそこまで大きくないので、気にせずに予定通りウィンディーに交代しましょう。彼の物理耐久なら余裕で耐えてくれることでしょう。どうにも間が空いてしまいますね。どうでもいいことですけど、メガアブソルの羽の部分って撫でたくなりますよね。刹那さんの翼的な感じで。刹那さんと言って、どれだけの人に通じるのかが、わかりませんが。さすがの物理耐久ですね。5つ目のダメージも稼げていい感じです。ウィンディーと対面させている場合なら、ヒードランに吸われてもそこまで怖くはないので、ここは強気に鬼火を巻いていきましょう。ハッサムは引いてくるとは思いますが、誰に引いてきますかね。ランドロスなら早めに機能停止に追い込めるので、美味しいんですが。海流でしたか。特殊型でなければ嬉しいのですが、どうでしょうか。とりあえず鬼火を食らっていただきましょう。ラム持ちでしたね。ラム持ちなら有米型だと思ってもいいですかね。それなら、もう一度鬼火から入りましょう。普通に殴られましたが、鬼火が入れば回復も間に合うレベルなので、問題ないでしょう。このまましばらくは回復を繰り返して、海流の消耗を待ちましょう。急所さえ来なければ大丈夫でしょう。さて、だいぶ間が空きそうですね。全く本編とは関係ありませんが、キングダムハーツ3のトレーラーが公表されてますね。BGM のチョイスでお分かりの方もいるかと思いますが、私はキングダムハーツシリーズが好きなので、今から楽しみで仕方がありません。ただ、3D をまだクリアしていないのと、リコーデッドは未プレイなので、発売までにどちらもクリアしておかなければいけませんね。キングダムハーツも好きですが、
ファイアーエムブレムも好きなので、劣化の剣のリメイクとかされないかなとか3年ぐらいずっと思ってますが、なかなかされませんね。ファイアーエムブレムも最近新作が出ましたね。これはまだ購入していませんが、近いうちに購入したいなぁ、とは考えてます。キングダムハーツにせよ、ファイアーエムブレムにせよ、私はゲーム自体あまり得意ではないので、普通にプレイするぐらいしかできませんが、ああいうゲームで縛りプレイできる人ってすごいですよね。私がどれぐらいゲームが下手かというと、過去に劣化の剣のエリウッド編ハードで、剣と短期縛りをやった程度ですし、それも途中で積んでボムバグを使わないと完走できない程度の腕前です。これだけ無駄話しても、まだ頃合いになりませんね。次は何の話をしますかね。最近買ったゲームの話でもしますか？最近ファイナルファンタジー零式の HD 版と、ブレイブルーのクロノファンタズマ、エクステンドを購入したのですが、例によってゲームが下手なので、零式ではチュートリアルで全滅しましたし、ブレイブルーでは、ストーリーの一番最初の敵に勝つのに2回ぐらいやり直しました。どうやったらゲームって上手くなるんですかね？お、そろそろいい頃合いですね。一旦ウルガモスに引きましょう。新速でも自信でも問題なく受け切れますし、ウィンディにはまだ仕事をしてもらいたいので、体力を温存しておきたいですし。自信が来ましたが、これならランドロスも威嚇と鬼火巻いておけば受け切れますね。次はおそらくランドロスが来るでしょうし、一旦アブソルに引いておきましょう。クッションとしてもそうですが、もしステロ巻かれたら嫌ですしね。こちらの負け筋としては、アブソルへの交代にトンボ返りを合わせられて、ランドロスに鬼火を入れられなくなったりすることですかね。割と現実的な負け筋ですが、お相手としてはウルガモスやウィンディを先に処理したいでしょうし、普通に殴ってくるかと思います。アブソルには悪いですが、ここは犠牲になってもらいましょう。全然活躍させてあげられませんでしたね。とりあえず、お疲れ様、アブソル。と思ったんですが、もしこのランドロスが A 特化してたら自信受からなくないですか？ちょっと不安が大きくなってきました。選んでしまった以上、もう信じるしかないですね。耐えろー。耐えたー。これは、いただきましたかね？ウィンディは最後に神速打って退場してもらいましょう。お疲れ様、ウィンディ。また今度ニックネームつけてあげるからね。さて、最後の仕上げをウルガモスにしてもらいましょう。まず、ジョッキランドロスだった場合、このままでは落ちなさそうなので一回積みます。地震でも岩石封じでも一発は耐えてくれるので大丈夫でしょう。無駄な物理耐久がここで生きてきていますね。あとは大文字を当てれば最初の関門は突破ですね。よし、あとはハッサムを残すのみですね。このウルガモスの耐久ならバレパンもらっても耐えますし、これは、もらいましたかね？ここは迷わず、大文字を選択します。
これで、私の、勝ちだー。って、このウルガモス、なかなかやりますね。動画がいまいちパッとしないからって、自分から盛り上げに行くなんて。無駄に調整された無駄のない無駄な物理耐久を見せてくれー。よし、耐えた。今度こそ当てて終わらせてほしいです。当ててくれましたね。どうにか勝てました。対戦ありがとうございました。対戦部分は以上になります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ここからは、使わなかったこの紹介をしていきたいと思います。このパーティーは今回で解散となりますが、再登場する予定の子もいるので、どうぞお楽しみに。この動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。